次に浅野聡君。はい、国民民主党の浅野でございます。よろしくお願いいたします。総理に伺わせていただきたいと思いますが、今ですね、青柳議員がこの法律の実効性、どう確保するかということで、私も関連の質問を最初にさせていただきたいと思います。法律にはですね、その法律の効力と効果と効能というものがあると思うんです。で、これらをすべて高めていくことが、ある種、実効性を確保することだと思っております。で、そういった意味で、われわれ国民民主党内でも、この罰則について議論してきましたところ、やはり法律の効力は確保するのかもしれませんが、効果、効能という点では疑問が残るというのがわれわれの整理でありました。じゃあ、これをすべて高めるための方策があるのかということを議論してきまして、これまでこの委員会でも何度か提案をさせていただいたことがございます。実際にアメリカがですね、行ったことなんですが、特定の分野を決めて、100日間という期限を決めて、集中的にサプライチェーンの脆弱性評価を行うという方法であります。実際、アメリカではですね、半導体、そして蓄電池、レアアース、医薬品、こういう分野に絞って、調査をしたんですけれども、こういうやり方はですね、非常に合理的だというふうに思うんですが、総理のご見解をまず伺いたいというふうに思います。1問目の通告です。岸田内閣総理大臣。まず国民生活、あるいは経済活動を支える産業が直面するリスクを総点検、評価した上で、脆弱性を解消するとともに、優位性、不可欠性を獲得する、こうした取り組みは経済安全保障の観点から大変重要だと考えております。そしてこうした認識のもとに、関係閣僚からなる経済安全保障推進会議において、私の方から、この小林大臣、あるいは関係大臣に対しまして、各省が連携する体制を新たに整備した上で、重要な産業が直面するリスクの総点検と評価、そして脆弱性を克服する対応を進めるよう指示をしたところです。委員ご指摘のこの米国の取り組みですが、各国ともさまざまな取り組みを進めている、これは大いに参考にしなければならないと思います。我が国においても、今申し上げた大臣への指示に加えて、小林大臣の下で関係省庁の局長級の会議、こうしたものも開催し、リスク点検の作業を進めているところですが、ぜひ米国の取り組みもこの参考にしながら、我が国としてどのようなそのリスクに対する考え方、総点検、評価を行っていくか、これをこの絶えず追求し続けていかなければならないと思います。ご指摘も踏まえて、今申し上げた政府の体制の中で議論を深めていく、議論を続けていく、こういった姿勢は大事にしていきたいと考えます。浅田君。先ほど総理も述べられました、総理から各大臣への指示の内容としてですね、この産業が直面するリスクの総点検と評価をするように言われました。で、これを受けて、3月11日の経済安全保障重点課題検討会議で、このリスク点検の取り組みを定式化し、定期的に実施するということが確認されたというふうに承知をしております。で、私、この定式化、定期的というのは、少し懸念をしております。同じように一定の方法で、一定のタイミングでやるということは、つまり形骸化をする恐れがあります。ですから、短期集中的に調査をする方法も有効なんではないかというふうに考えておりますし、何より調査を受ける事業者の立場に立ってみれば、この期間内に調査をするということが分かっていれば、実際、事業者側での調査に対して対応する準備を整えることができます。いつ来るか分からない、いつまで続くか分からない調査では、これ、なかなか受ける方も大変ですから、ぜひその点は配慮いただきたいと思います。で、2問目、最後の質問になるかと思いますが、総理に伺いたいと思います。総理は以前、今回、重点、特定重要技術の開発のための指定基金として、
5000億という規模の予算規模を上げられました。でただ実際には今回指定基金2500億円というものにとどまっており、まあ、小林大臣の以前の答弁によれば、これ財政面の事情もあり、ただこれからも必要な予算は要求していきたいという大臣の答弁がありました。ただやはりこれ5000億という言葉を発した総理ご自身に改めて確認したいのは、これ私やはり続けることに意味があると思います。重要技術の開発行為というのは。ですからこの5000億という数字が一人歩きをして、これがキャップになってはいけないと思いますし、ちゃんと続けていくんだという意思を改めて総理に確認させていただきたいですが、いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣。経済とそして安全保障を横断する領域で、国家間の競争が激化する中、この人工知能や量子といったこの世界の未来にとって不可欠な分野における研究開発投資を後押ししていくこと、これは大変重要であると考えます。そういった観点から委員ご指摘のように、前国会の所信表明演説の中で私から5000億円規模に向けた基金を設ける、このように申し上げた次第であります。そしてこれも委員ご指摘がありましたが、まずは令和3年度のこの補正予算において、経済安全保障重要技術育成プログラムとして、2500億円の予算を措置したところであり、本基金については、本法案の指定基金とすることを想定しているということであります。そして、続けることが大事だというご指摘がありました。本基金については、継続的に我が国のこの安全保障や経済社会をめぐる環境などの状況変化を注視しつつ、必要な予算、しっかりと確保し続けていきたいと考えております。浅野君。はい、終わります。ありがとうございました。次に塩川